はいどうも、水溜りボンドです。お願いします。頑張っていきましょう。カンタです。お願いします。ということで、本日もちょっと一つ検証したくてね、その実験台にトミーくんになっていただこうと思います。いつもありがとうございます。でですね、今日これ実はもともとメインチャンネルの企画にするつもりなくてですね、普通にちょっとビッグなお買い物させていただきまして、最近届いた時に、やべえなって、これはやべえ買い物をしたなと思ったわけですよ。企画になるかなとか、体験してみたいなとか、多分視聴者さんにまたちょっと伝えたいなっていうのも あったし、個人的に触りたい。これ今日紹介する商品、握り石ダーマです。来ました。これね、松本人志さんの番組で、今年の初めぐらいに若林さんとやってる番組で取り扱ってて、もう完全にそれの影響を受けました。そこで握り石ダーマ、もうそれを聞いた瞬間に欲しくてしょうがなくなってしまって、で値段で言うと30万円するんですよ。もうごめんなさい、今回これに関してはもう完全によくそれを買えたなっていう、高い、もう欲しい人は欲しいと思うんだけど、この年で握り石ダーマを所有してる人はおそらくいないと思うんで、本当にありがとうございます。一生大切に握り石ダーマを握っていこうかなと思っている次第でございます。これが握り石ダーマが入ってる箱です。触るとすげえ心地いいっていう、そういう石なんですよ。ただまあ石、僕昔からすごい好きで、マジで石的なもの好きなんですよね。丸いものと石的なものが好きすぎて、で握り石ダーマはその夢を叶えてくれてる商品で、僕にとっては30万円の価値がもしかしたらあるかなと思いまして、ちょっと紹介させていただいております。ちょっと一回今から試しに握ってみるんですけども、ちょっといいですか。うわ、はい、なんだ、握り石ダーマストラップと握り石ダーマケースじゃん。じゃあこの下が握り石ダーマ、皆さんに見せようと思います。こちらでございます。うわ、傷とかはつかない、結構丈夫な品らしいんですけど、握っていこうかなと思います。でしかもまっちゃんの番組で一番の評価を得てたんですよ、欲しい商品として。じゃあちょっと握らせていただきます。あはははすごい、あはははすごい、あすごいすごい、なんて言えばいいんだろう、これマジですごいかもしれない。ちょうどキュッキュッとスッスの中間ぐらいの感じ、俺やったことないから分かんないけど、超いい高級車触ってる感覚みたいな、こんなテカテカしてるのにこんなに高級感あるんだみたいな。これ何かっていうと、まあ、これをね、なんか握りながらポケットに入れて、ポケットの中で握って作業したりとか、これ持ちながら作業するとかも、考え事しながらとかすごいいいらしいんで、実際今後も握り石ダーマ使っていこうかなと思っております。で今日何するかと言いますと、トミーに握り石ダーマをガチでレビューしてもらおうと思いまして、今日トミーをイライラさせていこうと思います。行きましょう。ということで、おこりんぼトミーさんに来ていただきました。え、オープニングはもう撮ってあります。あ、そうなんだ、はい、ちょっとすいません。え、何ですか、これ知ってますか。知らないです。握り石ダーマです。おお、ツイートしてたやつ。あ、そうです、まっちゃんがグランプリに選んでる、はい、うん、めちゃくちゃ触り心地のいい石なんですけど、これね、ちょっと紹介させてください。ダーマはね、うん、日々降りかかるストレスから心を落ち着かせれるように究極の触り心地を目指して作られた最高の石なんですよ。いや、で本当にめちゃめちゃ触り心地いいんですよ、うん、触りたいでしょ。触りたい。なんでこれをもしトミーに与えれば、うん、何しても怒んないと思うんですよね。ああ、今からジェンガしますと、うん、俺が任すからガチでトミー。ああ、俺をね、ストレスかかるじゃん、うん、スッスッ、ね、これやればいい。じゃあちょっと持ってみていい。でもまだスッてやっちゃダメだよ。ああ、やんないやんない。重い結構重い。でここに
セットする。そうそうそう。まだやんないでね。まだやんないでね。なんかでも全然今んとこそんな。いやもう握り石ダーマだから。どういうこと？今んとこ全然なんかフィットしないよ俺。いやじゃあだからこっからすーでもう。あ、それで変わんだ。いやてかもう普通になんか。じゃあ握った段階では別にそんなだから握り石。握り石よ。スリー石じゃん。吸った時に。握り石よ。握りは別にそんなよ。で、じゃあやろうじゃん。許さない。ちょっとやっていきましょう。ああ、さあったね。はい、はい、じゃあ僕からいきます。よいしょ。青ね。で、負けたらもうすぐ吸う。すぐ吸う。これは結構ミスった時ストレスかかりますね。まあ確かに。青。おー、はい、ね、赤。あ、赤やばいんじゃない？うわ。いやほら笑顔になってるからいつもあったらトミーあーよほら確かに面白い。いや面白くあるわ。いやこういうことですよ。だって今笑顔になってるわけですから。いやでもいやそれは違うっていやなんか違うと思うわ。まあ一つ目証明されましたね。もう今視聴者さんはもう映像を見たらわかるから、あ、笑顔になってるって。違うと思うんですよ。前振りと違ったっていうことの笑顔だから。いや、大丈夫です。いや、トミーさんが、もっと嫌そうな、次、ゲームやっていきましょう、ゲーム。ゲームね。さあ、続いて、二つ目は、握り石ダーマ。握り石ダーマじゃない。なんで握り石ダーマをなんか、主語みたいに。え、握り石ダーマがゲームプレイすんのフォールガイズダーマじゃん。それダーマがフォールガイズやってるだけじゃん。だけとかではない。フォールガイズをトミーこれめっちゃ腹立ってたんですよ。うん、うん、久々にやって操作方法を知らない状況でちょっとやってもらおうかなって、はい、これ60人から確か40人ぐらいまでのうちに入んないといけないゲームなんで。はいはいはい、はい、おいー。あーもう肩凝った。これ普通に40以内に入るっていうパターンもあるからね普通にね、なぜかねイエーイっていうのを見たいよ、ね、うん、え、ブルブルってなった。俺どれ？真ん中真ん中行け前。え、何で走るのこれ。何で走る。走ってる、オッケー。で、右側に行かないと。右側に回って。おい、いいよ、トミーいいよ。トミーどこ、トミーどこ、トミーどこ、トミーどこかわかんない。悪くない、悪くない。トミーどこ、トミーどこ。左左左、落ちないでね、落ちないで。左側左側。見えない。見えない。画面の操作力不足ねえ、見えない。あ、上がって上がって。いける、トミーいけるかもしれん。これワンチャンあるよ、ほんとに。ジャンプ、オッケー。もう一回先行って、ジャンプ。あ、わあ、何。手に殴られないようにジャンプ。いけ、もう一回進んで進んで次進んで、ジャンプ。オッケー、行った。行くかもしれん。あ、あー何マジで行くんじゃん。で、ジャンプして、で、あっち、あっち、ジャンプ、ジャンプ。やばー。最高。いける、トミーいける。ほんとにラスト何人、何人だ。どうやって行けばいいのこれ。42人。あの、風に乗ってふわっと。おお。あ、行くんじゃん、行くんじゃん。イエーイ。クリア、クリアパターン。なんで分かりづらい。できてる。できた。楽しいフォールガイズ。すごい。普通に。俺どれ、俺どこ、俺どこ。後ろにされてんじゃん。はい、行け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 。行け。どうした？何すんの、何すんの。ジャンプ。ジャンプって何？バツか。あ、海中かなんかだからジャンプ力上がってんだ。わー。あ、そこもジャンプですね。ジャンプ。ジャーンプ。あれ？むずっ。棒、そこでジャンプなんだ。ここの、そこに乗ってジャンプ。無理だ、これわかんないや。いけ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 るよ、トミー。いけるよ、トミー。いけるよ。ほら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 。むずい、これ。ストレス臭がするな。ストレス臭が出てる。なぜっいいですよ。やれや、大体の感じで。あ、出た、いつもトミー出た。いやいやしてる。いや、人の命令しか聞けないんか。大体のタイミングでやれよ。普通にやって、普通にやって。あ、うざ、やば。
うざ。まだまだやば、こいつ頭狂ってるわ、マジで。トミ、いや、まあず、いや、まあ、これあ、ほん、いや、なにこれ、なにこれ、握り石ダーマです。でも今、さっきのイライラどう？いや、まあ、忘れてはいるけど、多分、これで受けるストレスがより、なんかまだ低かったから、分かりづらいのかもしれないんで、ちょっと用意してあるものがちょっとあるんで、はい、外行きましょう。でもさ、冷静に握り石ってよくない？いや、握り石そんなよくないよ。何握り石ダーマは？いや、まあ、ダーマは固有名称だと思ってるからな。ダーマってどういう意味なんだろうね。どこ行くん？あ、ちょっと楽しみにしててください。保持するもの、支持するもの、うん、でまずドライブがちょっとストレス解消になっていいよね。まあ確かに、それはそうかもね、うんうん、日光を浴びてね。まあちょっとじゃあ休んでてください。はい、どんくらいつくん？いや、まだかかりますね。え、俺んちじゃないですか、はい、え、どういうこと？なんもないです。え、なんもないです。何もないです。何にもないって何？何にもないって何？これね、腹立つな。握りしだま、隙間で全然握れねえ。握りしだま、隙間で全然握れねえ。いや、もうだから、笑顔にされてる。いや、笑顔とかじゃなくて、笑顔とかじゃなくて、握りしだま、この隙間入って全然握れねえんかいっていう、そういう、だけどその、ツッコミ笑いだから。いや、でも、現状、握るまでもなく笑顔にされてるから。いや、握りしだま、握れなかったら笑うだろ、さすがに。いや、違う、ストレスは今どう？いや、ストレスないけど。ないじゃん、ほら。ないっていうか、別に。いや、だすごいよ、もう、握らせずとも、ストレスを解消してるってことですか？握らせずじゃないの、握れなかったね。何これ、3つ目成功でございます。成功じゃないよ、だって今日ストレスかかってないでしょ。なんか今日嫌だなって。まあ今日普通に楽な撮影だなって。じゃあちょっとラスト、上にもう用意されてる。あ、そうなんだ。行きましょう。何食ってたの？トミさんやるの？今までいっぱいいろんなことを多分握り石で乗り越えてきたと思うんですけども、いいよ。最後の関門っていうか4つ目の試練。え、何？すいません、よろしくお願いします。え、誰？うわ、出た。無理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 、全然無理、全然無理。あ、お久しぶりです。いや、全然無理、全然ダメ、全然無理。すいません、握り石あるから、握り石あるから、握り石あるから、何にも聞かねえんだ。大丈夫、もういい。トミー、ちょっとトミー、すいません、なくさないでね。これはいいのよ。ちょっとすいませんね、ちょっとすいませんね、ちょっとこれは違うな、これやばいな。え、いつ来んのこれ、どうす、カウントダウンする？前のめりでお尻出さないと危ないから、ここに来るんです。ここに、こうして出さない、そうしていただいて、ここら辺、そうですはい、そうっすね、じゃないのよ。本当にこの痛みに効くぐらい握り石ダーマがすごいかだけちょっと教えて。よいしょ。いやー、いった。急じゃない、急じゃない。急だったね、ちょっと急だった、ね、カウントダウンみたいな感じ。どう？いや、すでに腹立つ。ちょっと軽いじゃない、ちょっと軽かった、もうちょっと。ちょっと軽かったですよね、今。そうですね、あんまりね、確かに、うん、あんま痛くなかったもん、うん、それは君やってもらっていい？だけど、握り石ってやっぱいいから一回蹴る、これをちょっと握るんで3秒後にもう一回蹴ってもらって、とにかく、トミー、実際どうだった？実際すごい痛い。じゃあ、違う、無理。お前だって、お前はそれで効くんでしょ。
俺は全然聞かんけど。笑顔にされてる。いや、笑顔じゃなくて急に急に、あぁ、え、だって今日急じゃない、今日急じゃない、お願いします。えいしょ、はい、すいません、握りしやってもらって、やば、握りしすいません、やってもらって、握りすげえ落とした、すいません、あぁ、えいしょ、ここに置いちゃったな、置いちゃったから握らんと、握らん、握りじ、30万円、えやば、 30?これあえて言ってなかったんですよ。本当にいい素材で職人さんがこだわって作った握り石ダーマなんです。どうですか。うん。ちょっといいな。ちょっといい気がするな。申し訳ないんですけど、これはあげるとかも考えたんだけど嫌なんで持って帰ります。はい、以上握り石ダーマでした。いやいや、水溜りボンドでしたみたいに言うと。ということで、この動画楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、以上、今日の水溜りボンドでした。ありがとうございました。